どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。実家のゆうこるです。今回なんですけども、パズドラ最新情報を話していこうと思います。はい、めちゃめちゃ実家なんで編集ができないんで、代わりに僕が BGM つけますね。てん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 、すいません、自分ではくだらなすぎて笑っちゃった。すいません、本当にくだらないと笑っちゃうんだよな。昨日に引き続き、近日実施予定の妖怪ウォッチワールドコラボ第3弾のキャラクター図鑑画面をご紹介いたします。ということで、今回妖怪ウォッチコラボのですね、新キャラというか、既存キャラの転生瞬間発表されております。はい。実際に見ていきましょう。まずは、ジバニャンエース、コマさんエース、覚醒エンマから転生進化が可能になります。見ていきましょう。まずはこちら、ジバニャンエースの転生進化からですね。覚醒、バインドスキブ、封印、指延長プラス2つ、お邪魔耐性プラス、超つなぎ式強化、枝豆2つ、超覚醒7強です。はい。超つなぎしあるとはいえども、7強程度なんで、火力はそんなに高くはなさそう。ただ、副属性火持ってるのはいいですね。スキルはドロップロックを解除し、1回行くドロップを4個ずつ生成。バトル5以降の場合、1ターン回帰力と指が 1.5 倍です。7ターンスキルとさすがに重すぎるかなという印象ですね。はい。リーダースキルは火回復同時攻撃でダメージを 60% 軽減、3コンボ加算、火の6個消してダメージを軽減、攻撃力が20倍です。はい、軽減率的にはかなり強いキャラではあるんですが、言っても3コンボ加算の火力20倍の 60% プラス 25% 軽減だと思うんで、72.5% 軽減か、そんなぶっ壊れってわけではなさそうですね。リーダースキル的にもあくまで転生進化するけど最強ってわけじゃないよぐらいの感じで捉えてもらえればいいのかなと思っております。はい、スキルももちろん弱くはないんですけど、7ターンはちょっと重いかなって印象ですね。はい、これがジバニャンケータです。はい、で続きまして、コマさんふみちゃんですね。覚醒、バインドスキブ、封印2つ、指延長プラス7強3つ、無効感で超覚醒7強持ちです。火力はかなり高いですね。コマさんといえば一時期最強リーダーだったと思うんですけど、さあどんな感じなのか。スキル、ダメージを4ターン軽減、4ターンの間サブの攻撃力が2倍が6ターンスキルです。軽減ループというわけではなくて、あくまで6ターン中4ターンループなんで、そうですね、そんな強くなさそう。うん、スキルはただ副属性も木なんで、火力枠としては7強打つプラス無効感で活躍はできるかな。ただ今ね、木属性って10項目強化がメインになりつつあって、それこそ遠山金太郎とかね、渋川豪樹とかそこら辺結構強いので、そうですね、今更じゃあこのキャラで火力枠奪えるかと言われれば渋い。あくまでスキルもでもループはしないというところがちょっとネックかなと思います。ただ4ターンサブの攻撃力2倍っていうところに関しては、敵に邪魔とかもされないんで、火力上げとしてはかなり強そうですね。でリーダースキルは受けるダメージを半減、木の攻撃力と回復力が3倍、7コンボ以上で攻撃力が7倍、固定300万ダメージです。はい、リーダースキルは普通かな、そんな強くはないと思います。このキャラ、ただゆうで4ターン軽減持ってるんで、軽減ターンちゃんと合わせて使えば普通に強いと思うんだよな。で火力はサブの攻撃力2倍のおかげで相当優秀になると思うんで、意外と使えそうな気がします。コマさん結構良さそうやね。これがコマさんふみちゃんです。サブとしては使えそう、リーダーは使わないかなって感じです。続きまして、覚醒エンマの転生進化、ヤシャエンマですね。属性もガラッと変わります。覚醒からバインドスキブ4、封印、指延長プラス十字消し、無効感3つに超つなげし強化持ちとなっております。はい、無効感と超つなげしって相性悪いんですけど、逆に言えば超つなげしても無効感でも火力出せるっていう捉え方はできるかな。はい、スキルを持ってるのもいい感じ。スキルはバトル6以降のみ使用可能で、1ターン自分の攻撃力が3倍、1ターン毒性吸収ダメージ消耗効果が6ターンスキルです。リーダースキルは火の HP と攻撃力が3倍、指5秒延長、火の6個消して攻撃力が5倍、4コンボ加算です。既存キャラ強化ってことで最強キャラではないですね、やっぱり。これ1ターンって視点であんまり使えないと思います。2ターン属性吸収ダメージ吸収無効ならめっちゃ強いんですけど、やっぱね、1ターンは結構今の環境的にあんまり刺さらないことが多いんだよね。例えば神秘の次元で言うとパイモンとかね、エスカマリとかっていうキャラもやっぱどうしてもね、2ターン以上ないと倒せなかったりするし、それこそベルダンディとかそこら辺の枠もね、できれば2ターン欲しいってことがあるので、実際そんなぶっ壊れチート最強キャラというわけではなさそうですね。これがヤシャエンマです。はい、ただこのね、無効感3つプラス超つなげし強化っていうのはこれからのメタになりそうな面白いね、覚醒なんじゃないかなと思います。はい、で続きまして、封印に究極進化が追加されます。こちらも見ていきましょう。こんな感じです。覚醒、スキルブースト4つ、封印耐性、チーム HP 強化2つ、10コンボ強化に L 字消し3つ、超覚醒10コンボ強化です。もう使うパーティーが1つしかないっていう面白いキャラですね。もう100億パーロイヤルオークです。はい、
10強2個の火力もありますし、 L 字3つでエンハンスも 1.3 倍上げれて、スキビオン封印チーム HP2 個持ちなんで火力的にもかなり強いと思います。はい。でスキル1ターンの間チーム内の L 字消し攻撃の覚醒数に応じて回復力が上昇、消せドロップを全回復が3ターンスキルです。これも回復エンハンスと消せない全回復あるんでかなり強いんじゃないかなと思います。火力アークとしては間違いなく優秀で、問題はまあでもギミック耐性がないっていうところかな、デメリットとしては。ただ言っても強いと思います。やっぱりそうだね、対抗になるキャラとしてはまあビオーネとかそこら辺になるのかなと思いますけど、薄いとかビオーネとか、いや薄いとかビオーネ強対抗株強風にあんの、だからそれでもかなり強いとは思います。ただまあ対抗が薄いとかビオーネっていうクソ強いキャラしかいないんで使えるかどうかは分からん。でもさすがにこのキャラは強いと思います。火力も高いんでギミック耐性こそないものの、まあ、対抗株ちょっと強すぎますけど、まあ、言っても強いと思います。3ターンで全回復なんでね。これが、フィニャン&ケイゾウです。はい。リーダースキルは、水の5個 L 字消しダメージを半減、3コンボ加算。9コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が20倍って感じになっております。はい。こちらが、今回の妖怪ウォッチワールドコラボ第3弾の詳細となっております。まあ、詳しいね、既存キャラ強化とかはね、明日発表されるんで、そちら待っていきましょうという形になっております。いかがでしょうか？はい。まあ、とりあえずですね、今回全部見た感じの感想としては、まずジバニャン。ジバニャンに関しては、使い道渋すぎ、マジで。めちゃめちゃ使い道渋いと思います。なんか、あ、すいません。そうですね、超つなげし7強あるとはいえども、今、超つなげしがまだまだ弱いんですよね、全然。あの単純に攻撃力12倍上がるだけだと結構使いづらくて、そこの強化入ればまあ期待できるけど、今現状ではそんな強くないっていうのが正直なところ。なんなら超つなげし2個持ちになってやっと最強みたいな、まあちょっと強すぎるけどそれはさすがにね、でもそういうレベルだと思います。はい。でまあスキルもね、これ7ターンは重いな。ロック解除非回復4個生成にバトル5以降の場合1ターン回復指 1.5 倍だけど、7ターンって重くね。5でいいだろ、5で。スキルターンの重さ的に使いづらさの方が上回りそうなんで、正直結構使い道は渋られそう。で、駒さんは、言うて7強4つ無効換で火力も出せるし、スキルも4ターン権限に4ターンサブの攻撃力2倍なんですよね。これ6ターンスキルなんで、まあ、ターン合わせてあげれば、6ターン中4ターン軽減貼れるんで、普通に4次元とかなら使えると思うし、何よりサブの攻撃力2倍で、パーティーのサブ火力底上げできるし、今、ノーチャラス、メノアってほぼほぼ乾燥していることが多いので、その2人以外の火力上げれるっていうところはかなり強いと思います。特に、渋川豪樹とかをサブに入れてる場合って、渋川豪樹副属性の火力もあるんで、大抵20億ぐらいで止まったんですよ、今までは。このキャラ入れることで、無理やり火力を40億まで持っていって、所属性、副属性、乾燥近い火力を狙えるかもっていうところはかなり評価高いと思います。はい。で、エンマは渋い。正味これいっちゃん渋いな。エンママジ渋いな。ちょっと使い道が思い浮かばんす。なんか、超つなげし強化マジで個人的には渋いキャラかなと思います。で、フィニャはまあ星5のね、過去の確定枠ということなんですが、持ってる人はやっぱ持ってる人はラッキーって感じかな、正直。10強10強 L 字3つはさすがに強いと思うんで。まあ、ただ言うてもですね、今ロイヤルオークって結構サブ固まってるんですよね。まあなかなか今更サブ変えるの厳しいところはあって。ってなった時にフィニャン形像を無理やり詰め込めるかというところが今回の議題に上がるんじゃないかなと思っております。はい。まあ、ただこういう感じがですね、今回の妖怪ウォッチコラボとなっております。はい、いかがでしょうか。まあ昨日ですね、新キャラも発表されまして、結構強いキャラぼちぼち。いや待て、そんな強いキャラいなかったわ。まあブチニャンは多色キャラでしょ。で、まあでも花子さんが闇ロボで使えるかもね、みたいな感じでね、結構まあ話題になったと思うんですよ。そう。で、あとはまあカイラとかなんですけど。カイラも周回結構強いんじゃないかってやっぱ今言われてますね。あの、ダンボニー持ってて、あの、火力も出せるんで。ダンボニー周回でってことで結構使えるんじゃないかみたいなのは上がってますね。はい。まあそこら辺がですね、今回の新キャラとなっておりますので、またこちらですね、実装され次第バンバン使っていこうと思います。多分ね、この既存キャラ強化に関しては明日来ると思うんだよね。なのでまあ明日実装され次第使っていこうかなと思います。はい。という感じが今回の妖怪ウォッチコラボの情報でした。まあぜひですね、ここまで見てくれた人は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。